本日のみちこの部屋は新横浜にあるトイズカフェ遊び場からお送りいたします。最初に横浜ローザを見に来てくださったんですよね。はい、最初は赤レンガで行われている横浜ローザの公演に行かせていただいて、もうこれ12、3年前の話になると思うんですけど、はい、そこで。あの時大学生？あの時は大学生ですね。わお。ただ大学1年生か2年生ぐらいだったと思います。そうすると20歳？20歳ですね。うわ、じゃあ今は長い。ね、あの中国から留学した感じですか？そう、どういう形で？そうですね、ちょっとあの勉強のために日本に来て、まあ、高校から日本にいて。高校からも日本にいた。はい、高校は横浜の高校に2年間。何高校？あ、神奈川総合高校です。そう、はい、あの東白楽の、はい。父さんはどうでした？最初ローザを見た時どんな感じだった？最初あの時まだ日本語そんなに上手ではなかったので、まあ、全部言葉として理解できなかったんですけど、でもやっぱり言葉がなくてもこの演劇のしか、あの一人こうどんどんあの五代さんがこう一人演じる人生をやっぱり引き込まれていって、すごく感動しました。でそれからは日本にいてたくさん活動してますよね。はい、紹介して、自己紹介してください。皆さんに。今大学卒業、大学はピアノの、専攻をしているんですけど、まあ、あの卒業した後ともに友達と一緒に同じ大学に通ってる友人と、あのユースクラシックっていう団体、演奏団体ですね、を立ち上げまして、その地域に密着したコンサートとか、例えばあの、集会場、団地の中の集会室を使って演奏したり、あとはあの、ま、日中豪コンサートとかそういうのもやったりして、あと老人ホームで、コンサートやったりイベントを行うなどをやってきました。それは一人じゃなくて仲間たちと。そうですね、一人じゃとても教えきれないので。教えてあげるわけね、一緒に。そうですね、一緒に教えて、まあ歌、まあ教える、皆さんすごい人生の先輩ばっかりなので、教えるっていうよりは皆さんと一緒にあの、まあ、一つの目標に向かって一緒に行くって感じですか。何歳ぐらいの人たちが多かったですか？年齢的に。あ、平均年齢は80いくつなんですけど、まあ、60代は少ないですね。まあ、最高年齢は97です。で一緒に練習をして、はい、その歌っている中で変化があったとか、なんかそういうのってありますか？なんかやっぱり健康に気をつけたいと思って、声出すとはやっぱり体を使って声出してるから、健康に気をつけたいから運動し始めたとか、ちゃんとご飯を食べるようにしたとか。やっぱりその歌を習うことによって、また自分が発声することによって、どんどんこうやる気になって元気になっていったらないと思う。素敵ですね。なんかその歌とか音楽の力っていうのが、年齢がいくつになっても人生の中でなんかこうワクワクやドキドキやね、なんかそういうものを与えてくれるんですね。こうこの十何年見て、この街はどうですか？大好きです。本当、どんなところが？特に横浜はすごく好きで、まあ、横浜と地元は上海なんですけど、上海と横浜は姉妹都市でもあります。はい、で姉妹都市で結構やっぱり共通点がすごく多くて、まあ、街並み、古い建物と新しい建物両方あるのはすごく似ていて、横浜市も上海市も港町なんですね。あ、そうだね。はい、まあ、飛行機で行っては近いですもんね。2、3時間で行けちゃいます。最近は どんなふうにこの活動してきて、音楽と、
こうピアニストですよね、思う、うんうん、まあ、そういう中でなんか思いみたいなのがありますかね。最近は、うん、やっぱり今年は日中友好高校友好50周年ということもありますので、はい、あの中国の絵本、涙で崩れる万里の長城っていう絵本があるんですけれども、うんうん、それ日本でも出版されていて、すごくあの有名な中国の民話なんですが、うん、それをちょっとあのお世話になっている二宮在住の作曲の藤原さんに、曲を作曲していただいて、これのコンサート絵本と合わせて演奏が8月の27日に行います。父さんのこれからの夢って何ですか？夢ですか、あのやっぱり自分音楽をやってきたので、まあ、音楽でやっていくのはずっと一生変わらないかなと思います。もっとこう音楽を活用して、社会に貢献できてあのしていきたいなと思います。まさになんか人の心をね解放してまた生き生きさせてくる素晴らしいあの音楽には力もあるんだなって今日また改めてね今日すごい感じたんですけども、なんかでも一緒に何世代を超えて同じこと言うんですけど、なんかやりたいですよね、またね。あ、そうですね、ぜひ。私ね、あの余談なんだけど、結婚した時にあの新婚旅行がなくて、あの行った時は日中国交は演劇、日中友好国交なんか演劇のあれで、その頃水戸黄門の遠野英二郎さんっていうのは、あの団長 で私とあの大和田信也とかみんなあの演劇交流で中国の演劇人の人たちと交流したの。でも素晴らしい演劇をたくさん見て、あのほら、あの男の人が女装してあのやる狂劇ので、あのそのすごい有名な名優の方と拝見して、それでもうお話もさせていただいて、素晴らしく人間国宝みたいな感じですよね、そういう演劇できる方は。そのお入ってお話ししてると、私あの歌舞伎のね、あの国太郎さんっていう方からお芝居教わったんですけど、なんかその方の風情にもすごい似てて、日本の歌舞伎の重鎮とその狂劇の重鎮とのなんか共通 なんか両方とも男性なんですけども、とてもその女性のような、そしてその素晴らしいあの魂みたいなのを感じたのを覚えてるし、あ、すごい、 あとね、女性が男装する芝居もありましたよ。今もないのかな、あの日本の宝塚みたいな劇団もあって、あ今から何十万年前だろうでも多分なんかそういう劇だったら残ってる。劇もいろんな種類、地方によって種類が本当にたくさんあって、あ、すごくだから中国のいろんなお芝居の演劇人の方と触れ合う交流をまだ20代でしたけど、うんうん、させていただいて、すごい楽しかったんですね。だからあのなんかそういう意味でね、今度は新しい何かをこう2人でなんかやっていけたらいいね。よろしくお願いします。あの今日は私の大切な友達、トモシュールさんにお越しいただきました。